京都大学の松田です。私は今日大規模ゲノム疫学研究の統合情報基盤の構築というタイトルでお話をさせていただきます。先ほど久保先生から人の病気に関するいろんな話がございましたので、それのあれのようなもう一回、再確認のようなになりますけども、人の病気は人の研究で解明したいというのが、私たちの最終的な目標でありまして、動物モデルを使った疾患研究、あるいは細胞を使った疾患研究というのは、いろんな世界の研究室で行われてきまして、例えばモデルマウスで病気を治すことが可能になりました。がんでも治る、ある種のがんで、それから自己免疫疾患も治るということでありますけれども、しかしながらその成果を人に応用して効果的な薬が開発されたり、病気の根治法が見つかった例というのはそんなに多くありません。先ほど久保先生のお話にもありましたように、人は非常に多様な集団であると。まず遺伝的背景、環境、生活習慣、これは非常に多様でありまして、マウスで見つかったものを人にそのまま持ってくるというのは、極めて難しい。マウスで見つかったものを人に例えるとですね、それは人の症例報告にあたるわけですね。バックグラウンドも同じ、生活習慣、環境も同じであるということで、ですのでやはり人の病気は人を使ってやらないといけない。で、人の病気というのは、人間の体、あるいは生物の体を考えるとですね、生物の体の中では多くの生命分子が常に変化しつつ生命活動を支えているわけですけども、慢性疾患といわれる病気は体の中の微小な変化が、どんどん蓄積されて、患者に進行するということで、健常と病気の区別が、極めて困難である。ですので、人の病気というのは、人が生まれて、死ぬまでの時間経過の中で、例えば体質の多様性であるとか老化であるとかいう正常な生命活動とともに理解する必要があるわけです。で、そこで、ゲノム構造研究で得られる情報を、網羅的あるいは正確な非常に、品質の高い情報を、効率的に蓄積するような情報基盤を構築したいというふうに考えました。で、これゲノムトミックスですけれども、ゲノム、先ほど久保先生の話で、ゲノムイコール体質ということになりますけれども、このゲノムに加えて、例えば各々の遺伝子がどう読まれているか、あるいはそれがどういうタンパクを作っているか、あるいはそれがどういうふうに代謝されているかというようなことを含めて、集団を捉えたいというふうに考えております。実際、この統合化推進事業で、どういった情報を統合して研究利用するかということでありますけども、今申し上げましたようにゲノムオミックスの情報、最終的には一人一人の全ゲノム情報があれば、理想的なわけでありますけども、それから時系列ですね。先ほど追跡が非常に大事だということを久保先生強調されましたけども、時系列で、生体分子、生命分子の情報を集積していくと。から環境、生活習慣の情報、これも本当は質問票ベースではなくて、どうにか測定によって数値化したい。例えば栄養であるとかですね、それから汚染、何かの、例えばどういったらいいですかね、重金属であるとかですね、いろんな環境汚染をですね、工場のそばに住んでいましたかとかですね、何を食べていますかということを聞くのではなくですね、血液とか尿、あるいは髪の毛ですね、こういうものからですね、どうにか数値化して捉えたいということがあります。それから疾患、どんな病気にかかったかの情報、これも先ほどお話ありましたけども、質問票ベースでですね、本人にどんな病気にかかりましたかと聞いてもですね、なかなか正確な情報は返ってきません。で、久保先生の話にもありましたように、結局病院へ行ってカルテを打つとかですね、専門職の人を養成して取ってくるという必要があるわけであります。それをどうにか労力をかけずにデータベース化ができないかというようなことも考えているわけです。で、生命情報のビッグデータの解析というのはですね、今も申しましたようにゲノムの変異、例えばエピジェネティックな変異ですね、それから多様な中間形質、それから臨床検査、の血液のマーカーであるとか臨床検査ですね、それから画像整理機能、疾患関連の情報、
非常に、まあ、多様な情報であります。でこれがですね、長期に縦断してですね、長期間ずっと集めていくわけですから、まあ、非常に一人一人の情報もですね、非常にまあ多くの情報になるわけであります。でこういう多くの情報をですね、たくさんの人で集めるということでですね、時系列で変化をするたくさんの次元の情報をですね、大きな集団で比較をするということで、非常に高速であってですね、かつ信頼性の高いような解析手法、まあ、今日の朝の話でもありましたけども、まあ、ハイパフォーマンスコンピューティングとかですね、そういうことをですね、意識して、解析をしないといけない。でかつ、そういう情報の処理の仕方はですね、実は生命科学分野にはですね、あまり、これまで使われておりません。いわゆるそのビッグデータというか多次元のデータをですね、シミュレーションするなりモデル化してやるというのは生命科学分野であまり使われてなかった。ですから、まあ、新しい方法論を導入する必要もあろうかと思います。で、このようなまあ、バックグラウンドの上でですね、私たちがこの研究開発で、まあ、どういうところを目標とするかということをここに箇条書きにしてみました。まず一番目ですけども、ゲノム医学研究の情報基盤の構築と公開、これ長浜ゼロ次コホート研究の1万人のデータをですね、データベースを構築して公開できる範囲で NBDC を通して公開していくということであります。から2番目は、そのデータベースはですね、まあ、ゲノム疫学研究というのは非常にたくさんのデータを、多次元のデータを扱うことになりますから、一回一回ですね、データベースを作ってたのではもう非常に手間がかかるというのでですね、データベースのまあプロトタイプのようなものを箱を作ってですね、その箱を使っていただこうということです。だからまたその箱を使っていただいてデータを入れていただくと、そのデータは連結あるいは共有することがまあ極めて容易になるということであります。これは3番目は、よく日本で言われますけども、とにかくゲノム情報科学、バイインフォマティクスとかゲノムインフォマティクス、あるいは、まあ、スタティスティカルジェネティクスというこの分野のですね、研究者が日本は非常に少ないということで、どうにか若手研究者を育成しようという試みを行いました。で、長浜コホートの説明をざっくりとしておきますけど、これはあくまでも1万人のコホートでありまして、集団として大きな集団ではありません。しかしながら小さな集団でもない。1万人あればですね、分かることもまあたくさんあるわけで、その1万人の健康、まあ、見かけ健康な人をですね、20年ぐらいずっと追跡していくと。で、後で、もう少し細かくお見せしますけども、5年ごとにですね、まあ、詳細な検診をしてそのデータを集めるということです。で、先ほど申しましたように健常体質にも注目したい、あるいは老化というようなことですね、こういうことにも注目したような多目的型の人生物学の研究です。ですから、何かの病気に特化したようなものではなくてですね、要は人間のヒストリーを分子を使って、記録していくということであります。で、まあ、たくさんの対象疾患が挙がっております。この中にはもちろん、1万人の集団では難しいような疾患もありますし、1万人で十分に、まあ、数が足りているというものもございます。あくまでこれはまあ大きなゲノムコホートの研究をするときのですね、一つのモデルだと捉えていただければいいと思います。で、まず第1期の調査は2007年から10年で、1万82人の人を集めたわけでありますけれども、現在第2期のフォローアップの調査、検診が進んでおりまして、今は2013年ですけれども、2015年度には第2期の検診が終了すると。で、生体資料バンクとしましては DNA、それから血清結晶、尿ですね、全員の分がありまして、 RNA がまあそのうち300検体と。で、データベースの中には、ゲノムスキャンのデータが約4000、エクソンのシークエンスが300、トランスクリプトンが300、まあ、低分子の化合物のデータが約2000検体あるわけであります。だからあと、まあ、普通の生化学検査、血液学検査、それから生活習慣、疾患のスクリーニングとかですね、こういうのがあります。で、まあ、今年今年度が最後ですね、今年度終了までにですね、NBDC に蓄積して、まあ、公開するデータ、まあ、一部共同研究ベースの、まあ、公開のタイミングを少しずらすことにもなると思いますけれども、まあ、蓄積するデータとしては、質問票のデータ、それから検査値ですね、ゲノムスキャンのデータ、
ガレクソームシークエンスのデータ、トランスクリプトがメタボロムのデータでありまして、各々公開の計画に従って、アクセス権を設定して、公開をしていく予定であります。で、今、2013年ですけれども、一般公開としてはバイオマーカーとかジェノタイプのカウント頻度の情報、あるいは、数値のですね、平均の情報や、こういうものは、フリーのアクセスで公開すると。で、制限付きアクセスは NBDC の、倫理審査に従いますけれども、これは個別の3000数百検体のジェノタイプ、個別のジェノタイプと、生年齢、あるいはもう少し基本的なバイオマーカーの情報も付けると思いますけれども、そういうものを制限付きアクセスにすると。で、現在、集まっております第1期の全情報はですね、もうしばらく、あとこの第2期の調査が終わるまではですね、私たちで解析をしたい、あるいは共同研究レベルで解析をしたいということがありますので、しばらくの間は非公開にはしておきますけれども、もちろん共同研究ベースでデータを提供すると。で、第2期の調査が終われば第1期のデータは全て制限付きの公開を行うと。これは2期が今度3期が始まっても、3期が終われば2期の情報は全部制限付き公開にするというようなスキームでやりたいと思います。これはもうご覧に入れるまでもないことですけども、ゲノム中間提出臨床情報のデータベースを統合して、NBDC の中に共同研究のデータ一般公開を、これ共同研究というのは要するにコントロールアクセスのことですけども、これを設定して、アクセスコントローラーから外部の人にデータを見ていただく、あるいはダウンロードしていただくという形になるかと思います。で、この開発項目としてですね、7つ挙げましたけども、これを細かく説明するのはあまりこれは面白くない話ですし、ざっと解説だけしたいと思います。どういうことがコホートのデータベースに必要かということでありまして、この赤で書いて5点の解説をしたいと思います。まずは先ほど久保先生の話もありましたように、匿名化というのに非常に気を使うわけです。個人の情報が入ってますから。ですので、まずこのマスターサーバーというのを作って、匿名化をする専用のサーバー、それから匿名化済みのデータを置くサーバー、それから実際にデータを収集するサーバーですね。これをマスターサーバーで全部コントロールすると。で、例えば多施設間の共同研究になった時も、こういうサーバーをですね、数だけ立てることによって全てマスターサーバーからコントロールできて、匿名化が終わったデータが得られるということになります。こういう工夫をしたわけです。今は長浜だけで使うとすれば、これは必要ないかもしれませんけれども、いろんな疾患のプロジェクトでも汎用性を保って使えるように設計いたしましたので、こうなっております。で、実際、そのデータ共有のアクセスシステムの実装としては、これは誰がどういうデータにアクセスできるかという区分分けでありますけれども、マスター管理者はデータの項目とユーザー情報のみにアクセスできる。で、各々のプロジェクトに関してプロジェクトの管理者、それから個人情報の管理者、匿名化情報の管理者、この匿名化情報の管理者というのは、一時匿名化をしたものをさらに再匿名化した情報の対応表を持っている人であります。で、当然のことながら個人情報の管理者は、私たちの施設の中には置かないで外に置いておくと、久保先生の場合と同じであります。で、データの利用者は、一般研究者はこういうものにアクセスできると。で、不特定の方々、一般公開は集団の情報を公開、見ていただくというふうになろうかと思います。で、この共有のシステムというのはですね、例えば、被験者、あるいは長浜のプロジェクトの参加者の中でですね、どういう疾患のコントロールになる、どういう疾患のケースになるということでですね、いくつもの疾患に紐づいた人たちが出てくるわけであります。で、もちろん施設が増えるとそういう人が出てきますので、で、また研究グループによってですね、どの疾患の情報にアクセスできるかというのを、きれいに、ヒエラルキーをきちんと作っておかないといけません。ですので、こういう形で設定ができるような被験者情報のコントロールを機能として備えるようにいたしました。それから次はデータ収集の省力化ですけども、これは先ほど質問紙の話をいたしましたけども、質問紙をですね、紙に書いてもらうと、もうこれをまたデータベースに入れ直すのが大変なんですね。
ですからできるだけこのウェブベースでやりたいというので、今回から導入し、2期から導入しましたけども、家から回答できるようにする、あるいは現場で、iPad で回答できるようにするという感じでウェブベースの Q&A を作ると。でウェブベースで作るもう一つの大きな利点はですね、あの論理矛盾が起こらないということなんですね。例えば年齢が何歳、55歳の人でですね、喫煙歴が45年あるというような人はですね、まあ、通常は考えられないんですけども、そういう答えというのは往々にして、紙ベースでは返ってくるんですね。ですから、まあ、そういうミスがないようにということで論理矛盾を解決できるというメリットもあります。だから検診ですから、検診中のワークフローですね、このどの人にどれぐらいかかってどういう検診が終わっているのかというようなことも、まあ、全部入るようなデータベースになっておりまして、これは例えば長浜でなく他のところでですね、同じようなスタディをしようとしたら、ご自分のところのそのスタディの設計通りにですね、ウェブでちょこちょこっと、まあ、作っていただいてですね、そのまま使用していただけるということになります。医療情報の集め方なんですけど、これは、まあ、久保先生も先ほどおっしゃったようにですね、なかなか電子カルテからきちっと情報を抜いてきて、それをかつそれをですね、分子疫学の研究に使うというのは非常に難しいですね。電子カルテというのは個人の日記のようなものですから、そこの中から確定病名を引っ張ってくるというだけでもですね、相当な努力が実はいるんですね。で、まあ、それをどうにか EHR のこれ、電子健康記録のシステムを使ってですね、どうにか大学の方に持ってこようというふうに考えて今その、整備をしているところであります。ちょうど長野市立病院でですね、電子カルテの総入れ替えがあったので、ちょっと遅れてはいるんですけども、すで、にですね、総入れ替えが電子カルテの新しいものが入りましたので、まあ、プロジェクト終わりまでにですね、いくつかのテストで、疾患罹患情報を揃えたいというふうに思っております。これはあくまでも、匿名でやることですので、長浜市がですね、ここの真ん中に入って、長浜市が実は 長浜コホートの個人情報にですね、対応表を持っているので、市を一度通してデータを入れるという形になります。さて、データとしてですね、入っているものに関してちょっとご説明したいんですけども、先ほど申し上げたゲノムの情報ですね、これ、まあ、染色体の一番の全部のマップで拡大すると、まあ、こういうふうに、見ていただけるんですが、DBSNP に入っている SNP の情報、それから、まあ、私どもで見つかった情報ですね、それから頻度、それからどの遺伝子の多形がどの遺伝子の発現と関係しているかという EQTL という情報ですけど、こういう情報も盛り込んでおります。例えばこれですと遺伝子名があって、で DBSNP の情報、それから新たにエクソンシークエンスで見つかった情報ですね、で頻度、それからどの遺伝子がどの竹がどの遺伝子の発現と関係するかという情報になります。でエクソンシークエンスの情報はこのようなテーブルになっておりまして、アレルの頻度、それから遺伝子型の頻度、まあ、ジェノタイプのディストリビューションですね、から検体数とカバレージ、それから、まあ、SNP のアノテーションですね、それから、まあ、解析のプラットフォーム等々の情報が、ご覧、閲覧できるとともに、この情報はテキストでダウンロードできるようにいたしました。で、代謝物の情報でありますけれども、まあ、これ GC マスを使って、低分子の水溶性代謝物のデータの網羅的な解析をやっております。で、もうここ話をあまり深く今日は申し上げませんけども、ピークがあってですね、化合物がもう同定されているもの、それから化合物が同定されていないもの、ピークがあるにもかかわらずですね、まあ、これが何をどんな化合物を意味しているのかわからないというようなたくさんのピークがありますから、こういうピークもですね、ピークにきちっと番号を振ることができれば、その番号でデータを収集して病気との関連解析、あるいは QTL 解析が可能となるわけであります。で、まあ、実際ですね、この QTL 解析の結果、これマンハッタンプロットと先ほど久保先生がお出しになったのと同じものでありますけれども、このベータアミノイソラクサンですか、こ
これはですね、染色体の属馬ですね、と非常にある遺伝子と非常に強い関連があると。でこのジェノタイプが AA であるか AG であるか GG であるかでですね、全く血中の濃度が違うわけであります。でこれはどこから来るかということでありますけれども、実はですねこの AGXT2 という遺伝子、これがまあこの QTL なんですけれども、その遺伝子を見てやってですね、その遺伝子のこの多形ですね、この多形で何か遺伝子の発現が変わるのかというのを、まあ、EQTL を使ってみるわけですけれども、全く何も遺伝子の発現は変わりません。ですからこの遺伝子の多形で発現が変わることはありません。でちょっと細かくまだ見てないんですけど、まあ、おそらくですね、なんかタンパクのですね活性とか機能に関係するところに変異があるというふうに考えておりますけれども、全く遺伝子の発現には影響していないということです。で同じようにですね、こういう関連が見られるものは、例えばアミノ酸で、ちょっと名前申し上げられないんですけども、あるアミノ酸ではここに強い QTL がある、ここにもあると。シュガーでもそうですけども、ゲノムの変異と関係したものがある。有機酸もこのように出てくるわけです。まあこれ一例ですけども、ですから網羅的解析をするとですね、こういうデータがたくさん出てくる可能性があるということです。からこの2つ目の例はですね、これはアミノ酸、あるアミノ酸ですけども、強い関連が染色体の、これは何番ですかね、9番ですかね、9番に見られるわけですけども、実はこの竹はですね、この遺伝子の発現を非常に、強くコントロールしていくと。この EQTL 解析、発現と竹の関係を解析するとですね、ジェノタイプによってですね、遺伝子の発現に大きな差があると。で、かつですね、血中のアミノ酸の濃度とも強い関連があるということで、まあ、ゲノム多形から遺伝子の発現、それから代謝物の血中濃度というのがですね、まあ、きれいにつながった一つの例であります。で、まあ、このようなデータはですね、まあ、代謝物のデータ、代謝物はゲノムの上にどっかにマップされるものではありませんから、グラフィックなブラウザーでですね見ていただくわけにいきませんので、代謝物のデータに関してはこういうようなですね、まあ、テキストファイルで、まあ染色体何番のどこにあって、どういう RS 番号の SNP と関係してて、 QTL 解析でどういう値、それからエクスプレッション QTL ですね、発現との関係がどうなったかというのをですねテーブルで、まあ、提供しようというふうに思っています。最後に第2期の検診では、実は MRI とそれから認知度のテストをしました。まあ、これは認知症とか MCI、 いわゆる軽度の認知障害ですね、これの解析を、まあ、このポピュレーションでやりたいということがあります。で、まあ、実際のデザインとしましては、まず、既存の生体情報がありまして、それに加えて今期ですね MRI と MCI の情報があると。でこれを比較することによってですね、まあ、バイオマーカーを同定する、あるいはまず第3期の調査までで予防予測をする、それからまあ後ろ向きの関連解析を行うというような、こういうスタイルのスタディを考えております。で最後に人材要請ですけども、NBDC からも支援を受けまして、今年の1月の15日から18日に4日間のですねトレーニングコースを行いました。で、まあ、デイ1からデイ4までですね、まあ、例えばエクソンのシークエンスの解析の仕方、あるいはトランスクリプトームの解析ですね、そういうものをここにリストしました。いろんな専門家の先生、外国の先生方を招いて、実際のその、まあ、オンザジョブトレーニングと申しますか、要するに実習を行いました。でこれをまた、まあ、これ実習の写真ですけども、またこれを今年も計画しておりまして、まあ、今年というか今年度ですけども、来年の3月の10月から12日、今年は3日ですけども、京都大学の方で第2回目のコースを計画しております。ちょっと宣伝をさせていただきました。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。